ベンタラと同じだ。アンテナを破壊したところで時間稼ぎにしかならない。全ては破壊できない。これを周波数スキャナーにつけるんだ。アンテナと連動する転送機の本体がベンタラにある。それを探せ。世界中にある。ベンタラのアフリカ大陸、アジア、北米、南米、オーストラリア。でもこれは地球外のテクノロジーよ。こっちのスキャナーと互換性を持たせられる人がいる？モーズリー捜査官だ。トレント、まさかノーマンに。悪いねマヤ、ここは宝の山だ。頼んだわ、すぐに取りかかって。初仕事だな。進んでる？まだダメだ。最後のデッキです。レントされた人たちを戻せるって本当？永遠の牢獄かと。マスターユーブロンなら戻せる。アドベント空間は彼が作ったんだ。シェルターのつもりだった。ライダーが危機に陥ったら脱出させて後で回収する仕組みだ。だが私が消えて牢獄同然に。そうだったの。ゼイビエックスとの戦いで故障したのかも。使えますか？さあどうだろう。君を置いて旅立たねばならん。仮面ライダーになる勇気はないか？私が？ちょっと待って、戦ったことなんてないし、カードデッキは使える人が決まってるんじゃなかった？マッチングは私がセットした。リセットすることもできる。これで君のものだ。次に戦いを覚えてもらう。完了だ。今のイメージは何だったの？試してみるか。完璧だ。連れ戻す。仲間をな。行くわよ。いつまでも口開けてないで。
設定を変えられるのはユーブロン。予定変更だ。ウィングナイトに近づくんだ。それからあの女にもな。彼女はきっとに脇を許していたし、奴らの計画を聞き出せ。マスターユーブロン、余計なことを考えるんじゃないぞアダム。そうさ、マスターユーブロンの生還だ。彼がアドベント空間を開けば全てが元の鞘に収まる。そう思うか？お前は無理だ、アダム。お前はとっくに私のものだ。大事な大事な皿が私の手中にある限り。まずはウィングナイトとあの女に取り入るんだ。名演技を頼むぞ。仮面ライダードラゴンナイトは、ゼイビアクスは戦わずに勝つ。マスターが負けるなんて。仲間は連れ戻せない。ゼイビアクスには勝てない。裏切ったアダムが戻りました。内通者が必要だ。奴らの計画を知りたい。お前は一体どうする？